こんにちは、キックボクサーのことみです。今日は私がいつも減量中に作っているこちらの濃厚だけどヘルシーな豆乳キムチスープを紹介します。材料はこちらです。辛いの好きな方はキムチ多めがおすすめです。かぼちゃを入れることによって濃厚になるので、かぼちゃは絶対入れてください。アクを出るのを防ぐために、お肉は先に下茹でをして使ってください。私が使った野菜ときのこはこちらです。はい、作り方です。すごく簡単で美味しいので、ぜひ皆さんも作ってみてください。